はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠澤亮でございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ペリズマイさん、ペリツマ様、ご夫妻なのにですね、別々にご入金くださるという、誠に恐縮で恐縮で、いたたまれないんですけれども、お会いしたことあるんですよね。署名活動かなんかでいらしてですね、ペリズマイってなんだろうな、英語じゃないどっかの国のなんかの単語なのかな、というふうにですね、思っててですね、なんでペリズマイなんですかって聞いたらですね、川っぺりに住んでっからで、ヘリに住んでっからヘリ住まい、ペリズマイと、こういうことらしいんですよ。なんかね、遠い異国の言葉のような聞こえるんですけど、まあまあそういう感じだそうであります。明日いよいよ NHK スクランブルでもやります。東池袋中央公園集合1時半、サンシャイン隣接巣鴨プリズン跡地です。巣鴨プリズンつってスマホで検索するとすぐ出てきますんでね。曇りで気温は23度、風速2メーター、日差し強くなく暖かく、暑いぐらいかもしれないですね、23度だとね。風もない絶好のデモ日和であります。ぜひご参集ください。たっくんは13時ぐらいに来てください。支部長は13時10分ぐらいに来てください。警察車両がずらっと並んでます、公園のとこに。でね、その後ろ、公園の入り口付近にタックンは車止めてください。支部長はタックンの車付近に集合してください。黒いランクルです。よろしくお願いいたします。報道ありまして、ロシア軍少なくとも6000人の捕まえたウクライナ人をサハリンに強制連行、パスポートも没収だそうであります。ウクライナ政府、重大な国際法違反、厳しく非難。これは国際法でなくてもダメなんじゃねえの。6000人捕まえた、捕虜、民間人ですよね、これね、兵士じゃなくて。ネットの反応です。歴史は繰り返す、民族浄化来た、これそこまで極悪非道なのか。これ今世紀の出来事なの。21世紀に何やってんだよ、ドン引きですわ。ロシア帝国時代からの伝統、やってること100年前と変わんねえ。日本に喧嘩売れて一石二鳥、まあサハリンですかね、カラフトですかね、仕事を斡旋とあるが強制労働だろう。2年間は出国禁止で、2年経ったら好きなとこ行っていいみたいに書いてありますけど、まあ嘘ですね。何喋られるか分かんないし、放免するはずないですよ。仕事を斡旋、嘘ですね。奴隷にするんでしょうね鎖につないで無理やり働かすんでしょうね。報道では連行された人々の属性は書いてなかったんですけど、まあ不助士と高齢者と思われます。野郎どもはね、反乱を起こすからね、サハリンで。現場で処分したと思われますね。反乱を起こされてもいいようにですね、モスクワから遠い遠いサハリンに追いやって、大量強制連行をしでかしたということから推測できることなんですけど、ロシアは戦後ウクライナ国土を復興する気ねえな。これな、占領できてとしてもなんか復興する気ねえな、放置すんなこれな。焦土にしてですね、人も追いやっていなくしてですね、無人地帯作ると統治しなくていい。統治に必要な軍も人員も金もないから、あとは野となれ山となれ、っていうことなんですかね。だから人を稲具どかしてんのはね、戦後のことなんか考えられないほど独裁が追い詰められていくかもしれないですね。地政学ではですね、
独裁国家との約束は無意味であると教えております。理由はですね、独裁者にとって独裁体制の維持が最優先で、他のことなんかもうゴミ同然、他国との約束を守って死ぬやついねえから。あ、独裁者ってさ、転げ落ちと大体粛清っていうか仕返しされますもんね。この銃の名前はコルトピースメーカーであります。平和メーカーですから、平和作りみたいな感じですかね。自衛隊はじめ世界中の軍隊で採用されている拳銃弾は9ミリパラベラムって言いますね。パラベラム、意味はラテン語で平和を望むなら戦争に備えよと。ウクライナ侵略で判明したことですけど、軍事基地はむしろ狙われない、無防備な市街地がやられると。左翼戦争反対、自衛隊は出ていけなんつってますけど、なんだその町からね、消防署なくせば火事は起きなくなるみたいな変な理屈はね、警察署があるから犯罪が起きるみたいな理屈、大声で叫んでて、おかしいって思われんな、左翼どもって。本当にね、左翼の脳みそ、詳しく調べた方がいいっすよ。どういう風になって、そういうギャグな発想なんだかね。手段問わずにね。多くの国にとって、ピースメーカーは、まあ、これですよね。日本も、持ちたいものですな。状況が許せばね。日本政府、ウクライナ難民を人道支援するため、ポーランドに自衛隊の医官や看護官を派遣する方針だそうであります。ポーランドにポーランドにどんどんウクライナ難民が流れ込んでおるから、それのサポート、医療面のサポートですかね。ネットの反応です。他国を助けない国は助けてもらえないから、当然ウクライナは別にそれほど他国助けてないけど助けてもらえてる。武器渡されて盾になってるだけで助けてもらってない。各国が自国の利益で動いてるだけ、正義も悪も敵も味方もない。今こそ北方領土で軍事訓練や、これは良い支援、金だけ物だけ出しても評価されないんだよ。遺憾を護衛する要因も必要だな。遺憾護衛のための戦車大隊と防空ミサイル中隊も、よしよし戦後の分け前に食い込め食い込めと。帝国は北方領土盗まれてるし、ロシアの遠視さも凍結してるし、戦後にロシアがこのままね、元気いっぱい腹いっぱいだと困るんですよ。困る。元気いっぱいで、これを通過しちゃってですね、予具も遠視さん凍結してくれたななんつって、仕返しされる恐れがあるから、ギッタギタに弱らす必要がある。なんでどこよりも誰よりもせっせとロシアの弱体化を画策しないとね。医官と看護官の護衛の名目でですね、兵器持ってってですね、帰りに置いてくんのはありでしょ。これありマニュアル付きでさ。ポーランドは NATO 加盟国なんで、ここへの攻撃は NATO の集団的自衛権発動要件、つまりポーランド、ロシアが攻撃したら NATO に喧嘩打ったっていうことで、 NATO がロシア攻め始めると。例えばですけど、まあ米軍がサハリンの方から東の方から攻め立てる、挟み撃ちみたいなね。まあウクライナで手いっぱいのロシアにそんな覚悟はあるとは思いませんけど、まあまあ独裁体制維持のためなら万が一はありますね。それやんないと独裁者から転げ落ちちゃう、イコール死なんてなると、まあ万が一はありますね。助けてない、武器渡して盾にしてるだけ、これは真理ですね。地政学、善か悪かでなく損か得かで考える。戦争干渉は国益的、帝国的にローリスクハイリターンだと思われるんですよ。
思われる。だってさ、これ無事に、終わっちゃってロシアが元気いっぱいで北海道に攻めてきたなんて言ったら、すっごい被害者も出るし、お金もすごい莫大な損ぶっこくでしょう。な、今ね、ウクライナを助けてロシアを弱らすために、支出するお金や人員はそれに比べるとごくわずか、つまり少ない投資額で大きな配当が得られるみたいなね。小泉政権の時にですね、湾岸戦争にしこたま戦費を負担した、何兆円だったっけかな、ちょっと細かい数字忘れちゃいましたけど、どこよりも出したんですよ、戦費っつってね。で誰一人自衛隊は行かなかったんです。まあ公式にはね、様子見に秘密に行ってた人はいっかもしれないけど、額の割には全然評価されませんでした。戦後湾岸戦争の戦後功労者にはなれませんでした。出したお金の額ね、まあその頃はまだテレビと左翼が今より強かったんで仕方がないとはいえね。それでね、自衛隊員10人でもいいから生かしてたらまた違ったんですよ。まあテレビの力は左翼の力ですからね。ですね、私はテレビの力を弱らすことが左翼ども弱らすことだと思って最初テレビ改革党にしたんですけれども、明日のデモも決してニュースになりません。だって取材させてくださいなんて連絡どっからもね、もう未だにね。九条の会なんつうと、たった5人のじいちゃんばあちゃんのなんかプラカード持って騒いでるとこでも全国放送するくせにね。しかも富士デモから11年経ってるのに、いまだにそういう体質、 NHK スクランブルは決して報道しないっていう、体質改善してねえし、むしろ悪化してるっつうね。NHK 報道であります。最新の内閣府調査結果、夫婦同姓制度維持 69%、 選択夫婦別姓導入 29% だったそうであります。まあどっちがいいかっていう調査、3割がまあ騙されてんだわな。ネットの話です。調査するまでもない、未婚者に限って調査した方が、既婚者とか貶めした方は関係ねえっちゃ関係ねえもんね。会社の20代が奥さんのせいになってた、結局本人同士の問題、名字が変わるのが嫌なら結婚しなければ、別姓騒いでんのはテレビと左翼だけ、文化破壊戸籍破壊が目的、灰乗りしやすくなんだろうが、背乗りか、背乗りしやすくなんだろうが。3割も別姓に賛成がいることに驚きました。たやすく騙されてんだな、テレビの土佐役にな。背乗りしやすくなる、灰乗りしやすくなる、戸籍が混乱する、夫婦別姓は親子別姓になる、子供が傷つく。玉上さんの18番なんですけど、演説の時ね、家内も玉上になって喜んでたんですよ、初めのうちは、つってドッと笑いを取るという18番がありますけれども、まずは選択的別姓導入をなんとかして導入させると。次にね、したら別姓選んだ芸能人などを褒めまくる、で同姓にした新婚さんを猛攻撃すると。これ左翼はそうするんじゃないか、選択的と言ってもですね、まあ強制させるんじゃないかと予想しております。塩野義製コロナの治療薬が承認間近出されます。軽症中等症患者向けの飲み薬で1日1回5日間、だそう。ウイルスを減らす効果が確認されたそうであります。ネットの反応です。よっしゃ、これでコロナ終わんな、期待大、早く実用化してほしい、国産というだけで安心感を得られるのは間違いない。まあ塩野義は中国とズブズブで
純国産かっつうとあのちょっと疑問符ついちゃいますけども、これあの普通の風邪にも効くかもしれないですね、効果発揮してくれていいですね、私ね、肺の一部切除してるんで、右の肺の上3分の1ね、マスクして歩くと息切れすんですよ、未だに、ぜいぜいしちゃうの、半年寝たっきりで衰えてるっちゅうのもありますけれども、まあ、2類だの、あの5類だのなんやかんや制約をなんとかしてですね、町医者がすぐ出してくれるような体制にならないと意味ないがんな、まあこれでですね、あのコロナコロナってうるせく騒いで、まあマスクもですね、そういう風になったらば外す人多くなってきたらば、マスクつけろマスクつけろって世の中が、そうでなくなったらば、わしはあの息が苦しんでマスクちょっと外させてもらおうかな、思っております。明日のデモよろしくご参集ください。デトックスジャパン。